明日結構早くから忙しいのよ。あら。あとちゃんと寝とかないと。そんな。まあ、カシオカがいなくなれば平和が待ってるからな。宇宙船には。5時まで配信見てた人が言うセリフとは思えないね。昨日は寝てるからちゃんと。さっきあれだよ。カシオカさんの大好きな昨日私が切れたシーンだけ見る遊びをされてた私は。ああ、俺笑ってたな、多うん、カ分。シすユげえカ笑っさんてが本当に笑ってるっていう噂になってた。たわ。なんかやってる時別に気にしてなかったんだけど、見直したらこいつめちゃくちゃ笑うじゃんと思って。いや、本当にめっちゃ笑ってたよね、私覚えてするもん。げえ、しかも下水笑い方してんだよな。へへへへって笑ってるもでんしね。ょ。もしもし。おいっす。あんちゃん、そう、本当アルさんの放送だと俺声めっちゃでかいよね。開けてるんじゃない？あの個人個人のやつ。はあ、俺めちゃくちゃでかいなと俺だからこの前下げた。俺もでかかったから。思って。自分で下げられるの？自分で下げれるよ、あの、ユーザー設定で。どこどこ？まあ、いっか。そうだとどうなんだろう。なんか歯車マーク、多分下の方にあるよ。ああ、そうだね。なるほど。なんか後でやっとくか。やっとくべ。あ、これが設定。これもう始まってる？もう入れるよ。あんみちちゃん待ってるよ。ど、なにこれ？ど、どうやって入るの？あ、どこ？黙れ小僧ってボットに書いてある。計算なんかアンリンクになってる。震え止まんなくてさ、びっくりしちゃった。え、何震え、あ、止まないって。何が？え、なんか今トイレ行ってたらさ、足が止まんなくなっちゃってさ。おばあちゃんじゃん。そう、なんかヨボヨボな感じ。ヨボヨボやん。お、揃ったね。助け増やすか。これからこれで音量下げられるの、俺も。オッケー。え、ね、ちょっと初心者だから優しくしてください。はぁ、あ、俺らがあんちゃんに優しくなかったことある？だよね。行きましょう。そうね。うん、行きましょう。よろしくです。 IPR ってリーダーが怖いよね。優しいだろう、どう考えても。わー。お願いしまーす。これ勝手になる、勝手になるか。お願いします。いいボタンだね、今の。おう。ちょうど10押したときになったよ。よいしょ。あ、ピンピいるじゃん、今日。久しぶり。久しぶり。元気だった？元気だよ。よかった。え、何始めんの？あんちゃんももう大人だぜ。そう、20歳になったの、ついに。え、あんちゃんって16体だったよね。うん。流れ、IPR って早いね。IPR って入れんの？IPR って16歳が入れんの？入った時15とか14だったよ。15とかだよね。そうだね。え、じゃあ私も入れる。入れるから。なんでチコタンにスルーされたん？え？え？ん？なんかこの間ツイッターに IPR ってまだ募集してるんですかってツイートしたらチコタンにスルーされちゃった。だって募集してない。募集はしてない。募集してないか。同情しろよ、誰か。あ、入れる気もね。誰かが死んでも募集してないかもしれない。もしかしたら。あ、もう一切入れる気もないし、もうね、今誰かの紹介ですら入れる気もないからな。うわ、
けど殺されたらその殺した人との入れ替わりで入るでしょ、確か。あ、そうだね、そうだね、確かに。こういうあれがあるから。あの、番号をかけて決闘すればいいんじゃない。あの、幻影旅団システムだから、嘘だ。幻影旅団システム。今のところ最有力はね、カシウカ、カシウカネキたちの子供が最有力だ。そうだ、俺誰か殺して入るしかない。そう。え、じゃあさ、パパであるカシウカさんが殺して、娘さんにその番号を。違う、女も本人が殺さないとちょっとダメに決まってんだ。あ、やっぱそこは厳格なんだ。ゲーラーシステム、本当に。カシウカの子供がカシウカ殺すんだよ。かっこいい。そうだ、それだったら入れるわ。そういうことでしょ。そう。第2世代のな、熾烈な争いが待ってるから、今後は。入れよう。悪魔に入った。角見たら入れなきゃいけない。めっちゃ死んでる。めっちゃ死んでるやん。3キロか。おさん、これ死体消し？死体消し何言ってるんだ。あ、これあれか。決定け見つかったのがピッピちゃんか。そう、アドミン。アドミンだね。後ろから契約カシウカが来てた。で、リアクターに最後まで残ってたのはタコ屋久島系。うん。だからそれ以外がまあ2人最低でも1人がやってるから結構私多分黒いんだけど、うん、あのアドミンに本当、うん、今のすぐ前、うん、ピッピちゃんが入ってきて入ってきた時にアドミン抜けてカフェテリアにいた。あ、だからピッピちゃんと入れ替わりでアドミンを出てカフェテリアにあんちゃんが、あんちゃんがアドミンからカフェテリア。そう、めちゃめちゃね、何秒ぐらい？すぐ、え、何秒だろう、あのゴミ捨てるやつあるじゃん、うん、あれを、うん、1回ミスって2回できるぐらいの時間。ああ、ミスるわな、たまにな、うん、カフェテリアのゴミ捨てってこと？そう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 、うん、じゃあまあまああるね。あ、まあまああるんだ、はい。っていう私はで別にまあタコ系今もそれぞれ別に白くはない、うん、まあ1キルはして他方が相方が2キルっていうのはでも今結構長かったよね。ちなみにピッピさんはリアクターいたけど枝さん対さんは見てない気がする。じゃあその前か最初初動さ分かんない。初動右が怪しくない？そう怪しいと思う、まあうん、でリアクターのちょっと前に計算がねあのシールズ側から来てるのは見てるんだよね。俺枝さん証言できるな。初動ね左行ったの枝さん。で壁抜けてまずいんだよね。ああ。俺情報的に計算しかないから俺計算入れるわ。じゃあそうそう。それに合わせるしかない。いや屋久島カシウカありそう。ああなるほど。流行り。
まあ、終わらなかったら俺違うってことだからな、普通に。アンキルは強い。これまずいですね。デサンじゃない。終わりじゃん。俺はカシウカ仕入れもだと思うけど。そうじゃないの。自分殺されたときにカメラ光っ…カメラ監視カメラ赤くなっ…配電盤直したの誰と誰タコでタコカシユカカシユカ…まあカシユカちゃんは一回邪魔したかと思ったけどその後離れたから、うん、だいぶ白くなった。まあでさっきのでだから計算連れてるのでまあ角で行くしかない。そうだね、離れて直ったんだったら全然いいと思うわ、うん、離れて俺に直させたから、直させたというか、うん、俺が直せたからじゃあ連れてるんじゃない、うん、じゃあスキップがいいね。キップでもいいけど、うん、まあ助けほどしんどいよね。今ちょうど半分、あと3ゲージ。ちなみにさっきのアドミンの話、カシュカちゃんはどっから来た？計算は分かってたんだよ。それじゃその前、ガソリン見てたから。俺あれだね、シールドの方で、シールドというかコミュニケーションからだね。リアクターは行ったよね。割と最後の方まで残ってたよね。そうかな、俺数字1から10までのやってすぐ出たぜ。でもなんか、釣るんだったら C でもあんみつ。まあ、うんうん。なんで？なんでなんで？私とあんちゃん一緒にずっといたよ、停電の時。二人とも間に合わなかっただけだよ、停電の時。今一緒にいたって言われても。俺は計算釣りに行ったし。うん、それはちょっと計算に入れるって言ったからじゃん。いや、だからカシオカもそれに合わせてくれてるでしょ。で、タコさんは現に今停電直したでしょ。うん。私とあんみつちゃんが合わせたんじゃないの。まあ、カシオカが本当に計算に入れてるかは分かんないけどね。いや、いい、まあ。うん、でもまあ離れてったんだったら、いや、1、薬島さんに入ったのは1俺だから、まああと1計算が知り玉さんに入れて、であとみんな計算に入れてたはず、うん、あんちゃんでも見せるとかなりきついから別にスキップで下へ探し優先もいいと思うけど。そうだ、うん、なるほど。ただタスクより下へ探し優先ね、これ鉄則で、うん、分かったアドミン行く。なにこれ、リアクターの時さ、リアクターの時シーレモさんが俺をセキュリティで殺しててさ、リアクターの後誰もセキュリティ入んなかったんだよ。ジュライ、うん、絶対カシウカシーレモじゃん俺ね。殺されて終わる、みんな殺されるんだ、バイバイ。殴ってる。うんちーうんちー、私っていうね、うんち、まあミスって停電、あの配電盤から離れてしまったっていうね。いや、あの、それでワンちゃんが遊んでるっていうのはあるなと思ったけど、シーレモさんとの二郎か。ご主人様、ありがとうございます。いや、俺で白くなっちゃったな。え？リアクターの時って誰が？俺？右から来てたじゃん、トレージの右から来てて、あのリアクター鳴る前。いや違う違う、絶対見たから、それは、うん、うん。ちなみに枝さんってどこで死んでたんですか？ O2 のあたりだね。ああ本当に右なんだ。枝さんね、壁抜けしてメッドベイで多分タスク1個終わらしてからそっち行ってるの、俺くっついてって。いやー悔しい。いやー右側かな、俺も右側だろうなと思ってたんだけど、それをカシオカが出したから白く見えちゃった。
まあ、初動、俺右が怪しくないっつって俺は左に行ってっからな、初動。あ、カメラで死体映ってたのはシーレモさんが見てたってことだよね。あ、私が、ね、タイが見てて、見た直後にシーレモさんに殺された。あ、ナイス。俺それ気づいてなかった。そういうことね。なるほど。いやすまん、セキュリティで死んでたんでさ、リアクターの誰も行かなかったからびっくりしたわ。そうだね、セキュリティリアクターに行ってね、俺も寄らないね、あんま。え、一応見ちゃうわ。私怖くてずっと扉閉めてたよ、セキュリティの。ごめん。悔しい。ああ、そういうことかな。まあ。ぐれちゃったので押しました、とりあえず。まあいい、まあいいと思うわ。薬師はあのままだったら結構危うい位置だったもんね。そうそうそう。ちょっと今リアクター来たの、僕最初にいたんだけど、後から来たのって緑の方2人でした。黄緑、緑っすね。あ、タコ入って、タコはついてないよ、全然。うん。そっか。なんか、江田さんとあんみつ、あんちゃんと、あれじゃん、たけい、たいさんなんじゃない、なんちゃいたかな。まあ、なんか初手アッパーの人がいて、多分それが江田さんだと思うんですけど。そうですね。僕があまりにも早く着いたのもあるけど、みんな遅すぎたんで、なんか結構左にそんなにいないんかなみたいな。左一人でした。俺初手アドミンで見たんですけど。右にかなりいた上に右二人いるのやめて。黄色がウェポンにいるのをピンク見てて、で、ウェポンに三黄色と黄緑と緑かぐらいがいたから。うん、待って一緒に行った感じ。ナスピッピの、ね、後ろに行ったよ。あれいたっけ。いたいた。黄緑かがいたな。まあまあ、そうだそうだね。俺もメトベイまでしか行ったことないな。初手左は、初手は右しか行かない。でも下俺結構行くな。下行く、コミュニケーションのダウンロードがあるときは下行く。ああ、私初手下が多いかな最近。うん、むしろ初手にやりたいんだけど。いや、まあ確かに10秒だからでしょ、クールとか。そうそうそう。あ、でもインポスターの時が俺一番いくわ、初手下でダウンロードやるふり。疑うわ、じゃあ今度から。メモ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 で、リアクターが鳴った後取り残されてる右のやつ殺すっていう。あれでもね、さっきのリンポの試合でも初手下行ってたもんね。そう、癖になってんだ、下行くの。そう、大体決まってるね。大体決まってるね。大体決まってるね。
はい。エレクトリカルの入り口近く、通路です。うん、ああ、アドミン映んなかったのか。セキュリティいたの枝さんですか？セキュリティ僕です。なるほど。じゃあ、コミュニケーションには来てないで、そのままずっと見てたよね、多分。そうですね、ずっと見てたので、まあ、僕がやってすぐ通報するパターンくらいですね、僕がセルフだとしたら。いや、コミュニケーションとかでも全然見てないし、ね、まあまあ、ちょい前に死んでんじゃないかな。うん。まあ、それぐらいだったら、ピッピと、ピンクと、アンちゃん。あ、一つだけ。無理だと思う。え、そうだね、なんだろう。あそこの通路映んないもん、うん、あそこはエレクトリカルアンチャー、あそこ映んないね。でもなんかずっコミュニケーションサボ終わってからずっとセキュリティ見てて、もう正直アドミン前しかほぼ人映んなかったんですよね。そうだね、アドミン5人ぐらいだから、ちなみにコミュニサボは計算早かったよね。俺多分2番目かな。うん、俺はあの計算先行ったから行かずにアドミンに向かったんだよね。薬師は最初どこ行ったっけ？左だった気がする。下か下か、左全然誰もなかなか行ってないんだ。僕ばっかりだ。ここ行ってないと思います。そうだね、俺もそういう。コミサボ終わってアドミンで4人5人いるときに閉じ込められてて、ストレージ側からタイさんが来てるのを見てるけど、タイさんはどっちから？あ、俺コミュニケーションから。コミュニケーションにはいなかった。ソーリー、間違えました。誰もさねえじゃねえかよ。ソーリー。すみません、タイです。俺動きで言うと、コミュニケーションズ鳴る前まではナビゲーションでピッピとアンちゃんと一緒にいて、うん、コミュニケーションズ鳴ったらコミュニケーションズ向かいました、その下降りて。で、計算いたからもう無視してアドミンに入って、その時いたんだ。うん、いっぱいいた時にいて、で、そっからストレージにまた降りたって感じかな。で、ストレージの上側の扉で待機してたけど、ストレージで1個やってからって感じだった。ああ、そうそう、給油して、アッパー行こうとしたけど、閉まったから、もういいやと思って、上のアドミンのダウンロードしようと思ったわけ。うん、なるほど。アドミンの扉開いてからちょっとあったよね、時間。俺、ボタンを押そうか悩んで、カフェテリアでちょっとうろうろする時間があった。コミュニケーション直してるときに、カシューカタンなんか逆走みたいなのしてたけど、あれはどこに行ったの？アドミンだよ。うん、そっか。いや、一回中入って計算見てから出てるのは見てる。うん、うん、うん。あ、計算いるから出てたんだなっていうのは、そこは見てるけど、うん、シーレモさんはコミュニケーションになったぐらいの時。あ、で、そのタコの後にシーレモアンちゃんが2人来たってぐらい。アドミンに？ね？あ、コミュニサボ。あ、コミサボ。ちょっと白の人に質問していいですか？アドミンいっぱい集まってた、あ、そう、白の枝さん、アドミンいっぱい集まってた時に、はい、もし下に流れた人がいたら可能性あると思うんですけど、それはいなかったですか？下に流れた人はいなくて、うん、どっちかっていうと下から来た人の印象があったな。それがシーレモさんが来てた最後の方、最後の方っていうか、うん、アドミンに集まった人の中では一番最後だった。うん、そうだね。それぐらいかな。もうゴミ捨てしてたから、うん。扉閉じてたから、その後に出てきた。し、ストレージのゴミ捨てもしてた。うん。ボタンは任せるよ。
ちょっと難しそう。なんということでしょう。タコです。はい。はい、さっきの O2 なった時に、アドミン側に枝さんといて、枝さんが直してくれました、アドミン側は。うん。で、その直す時とかも、あれ、地図見てたんだけど、カフェテリアに2がずっとあって、で、うん、俺と枝さんが一緒に O2 に行っても、1人しかいなかったから、うん。まあ、カフェテリア気になってその後おつ直った後に見に行ったんだけど、上の方と、うん、右上見て左上見て左上のタスクやって下行ったら、メッドベイの通路のとカフェテリアの境目に死体があったくらいって感じ。じゃあ結構時間経ってるけ。キルフラッシュは見てないから、おつなってからあとみんな押して、俺浮き一だから話すわ。うん、所定タコさん見てると思うけどさ、ストレージから左行ったのよ。うん、そう、うん。うん。で、タスクやって、で、O2 になっちゃって、まあ、人数いるからいいだろうと思って、リアクターまで行ってるのよ。うん、だけど、うん、O2 ならの終わるのすげえ遅かったじゃん。うん。やばいかもっつって、ロアエンジン通って、戻って、今、アドミについて終わったところなの。O2 最初に直し、O2 側で直したのはピッピさんで、後から、俺と枝さんが来て、その後2人、アンちゃんと誰だっけ、シーレモ。じゃあシーレモさんか。うん、あれ、あ、計算と言ったんだっけ俺。枝さんはアドミンのことだ、ね。あ、じゃあごめん。そこは間違えた。私もいると思う。タコさんに後ろからついてっただけで視界からちょっと外れたかもしれないですね。あとから最後には来たかも。オーツ。最後。ね、ピッピさんはどっからオーツ直しました。から行って、私最初アドミンにいて、その時に多分アドミンに2人ぐらいいたと思うんですけど、最初アドミンにいた、最初の方にアドミンのとこに長い間いて、あ、じゃあちょっとボタン押します。はい、アドミンに所定いて、で、そこの時に2人ぐらいいたと思うんですけど、多分誰だっけ、シロ、ん、どこでしょ、どこで、アドミンに、O2 までの経路ですよね。そうですね。で、結構その O2 が鳴った時間ぐらいにアドミン出て、で、右上周りで行った感じです。え、枝さん見てます？いや、わかんない、ちょっとはっきりしないですね。僕はね、あれ誰かすれ違ってんのかわかんないけど、私アドミンに何人かいたんで、アドミンがすぐ治ると思って O2 治るの怖かった、治らないの怖かったんで右回りで行った感じです。
仕入れ元あ、なんか誰かアドミン離れてったのは見た、確かになってから。あ、じゃあ自分です。あ、そうかもしれない。うん。え、仕入れもあんちゃんは、仕入れもさん、私ピッピちゃん見てない気がする。あみつちゃんはピッピ、仕入れもさんどこ、いや、私だってタコさんと枝さん、あ、どこからか、エレクトリカルでアンミツちゃんと一緒にいた。で、エレクトリカルから一緒にアドミ行って、また一緒にオーツ行ってるから、アンミツちゃんは白。え、シーレモさんはさ、どこからエレクトリカルに来たの？どこから？ね、多分シールズだと、ストレージだと思う。あ、ストレージ。え、初手どこから、初手どこなの？初手下と下だと、もごめん忘れちゃったけど、下初手下は私さ、初手さ、タイさんとカフェテリアの左のとこからミッドベイの方に抜けて、でタイさんがミッドベイに入って、私そのままリアクターの方通ってエレクトリカルに行ったの。え、それでカシュガちゃんはすれ違ってる？俺合ってないよね。あ、すれ違ってるか、すれ違ってるか、ごめんごめん、合ってるか。アドミン見てた時にミッドベイ1いるんで、それは合ってると思います。え、ならシーレモさんが、いや、私はアンミツちゃんとずっと一緒にいたんだって、本当に。エレクトリカルのボタンないよ。僕ボタン、私じゃ押す。そっか、ナイス。あんちゃん、シーレモさんが左行って、あんちゃんは先に抜けて、カシュガちゃんとすれ違ってるっていうのでいい？ね、カシュガとはエレクトリカルのとこですれ違ったよね、多分。ああ、そっか。うん、そこでカシュガは確かリアクターの方に行っている。そう、まあ俺はそうなんで、でもごめんね、あんちゃんとすれ違ったのが記憶から飛んでたわ。あ、ほんと？うん、あ、でもそう、動きは俺そういう動きをしてる。で、タイさんがメッドベイ入って、シーレモさんは？また行ったんじゃないの？あ、一緒にメッドベイ？うん。ん？あれ？なんちゃんメッセンジャー、シーレモさんはどういう動きしてたの？一緒に行ってたの？え、なんか、わかんない。でも、エレクトリカルの中で落ち合ったから、どっから来たのかが分かる。上から左回りで行ってたのに、行っててはぐれてたのに、エレクトリカルで一緒になったってこと。そもそも一緒に行ってない。え？だからシーレモさんの動きが分かんなかったよって話。あ、最初の。けどシーレモさんはずっとアンちゃんと一緒にいたって言って。ごめん、エレクトリカルで落ち合ったのが最初かもしれん。ごめん、忘れて。え、シーレモさん、その後の証言は、エレクトリカルで落ち合った後ずっと一緒にいたって言ってたんですか？そしたらね、一緒にいた。本当？え、それさっき、もう一回、じゃあ、O2 までのルートもう一回ちょっと証言お願いしていいですか？エレクトリカル、ストレージ、アドミン寄ろうとした、シールも寄らなかった、アミチちゃん寄った、O2 に到着、アミチちゃんも遅れて到着、その後ナビゲーションで2人で、ナビゲーションだよね、それピッピちゃんなのかな？アミチちゃんと一緒にナビゲーション。ナビゲーションまだ行ってないです。じゃあ、アミチちゃんか。え、私 O2 残ってる。え、違う、ナビゲーションだよ。残ってる？うん、O2 にいたよ。え、誰だ？僕はアンミツさんはカフェテリアで O2 になる前に遭遇したんだよな。うん。え？え、誰、私と一緒にナビゲーション行ったの？もう一人絶対いたんだけど。シーレモさん、釣るか釣らないかの問題だと思うんだけど。一応押した。ごめんね、何も覚えてなくて。私的にはなんかそのエレクトリカルから O2 までの間に
アドミンに寄ったってさっきシエルモちゃんが言ったんだけど、アドミンに寄ったんじゃなくて、アドミンからバーって出てくる人を見てカフェテリア通ってオーツーに行ったって感じ。寄ったっていうかちょっと右にそれなかった。それたそれたで、いっぱい人出てきたから、あの見えてないから、そうそう、いっぱい出てきたのと一緒にオーツーに行ったって感じ。そうだよね、だからそれは分かってるよ。寄った風に見えたら右に行ったのを見てて、あ、うんうん、寄ったんだと思ったわけ。でも多分そこじゃないんだよ、話すとこ。じゃあいいや、ね、僕のちょっと目撃と一致したので、大体一致したから大丈夫です。じゃあ。そのさ、それより前の話なんじゃないっていう。うん。覚えてないなぁ。エレクトリカルに行った人の弁当の可能性っていうのはゼロですか？ゼロじゃないでしょ。あうん、えっ、 ってことはあんちゃん仕入れも色みたいな考え方になるけど、それだと今でもこの感じ多分それはないと思うけどな、うん、え、計算どっから来たんだっけ、計算どっから来たんだっけ、大津行くとき。え？アドミニケさんいなかったよ。俺だって。え？一人が直してるのは見たけど、あれ枝さんかケイさんか。わからんの。俺は地図見てたもんだって。その時誰も。え？もうわかんないや、もう。え？俺全くわかんねえんだけど、どういう状態？もうダメだ。シレモさんは釣らない。じゃあ。だって仕入れもじゃないですよ。まだ。アドミンで、計算したいです。タコシーレモさんも見てます。シーレモさんが、ストレージです。俺がさ黄色のレポート光って黄色が見えて、レポート押そうとしたらこのレポートって感じだったから、あれはシーレモさんの死体だったって書く。ストレージ。ストレージ。ストレージの右。真ん中のごものの右。なるほど。ええ。待って、誰さん、タコさんがシレモさんの証言してる。で、その時一緒に他に誰もいませんか？リアクターで、最初、ピッピさんとタコアンちゃん、アンちゃんはリアクター行ってんだよ。うん。で、それで、枝さんとカシゴちゃんは見てないから、そこから閉じ込められてて、リアクターの方で。ストレージ最後3になったんですよね、アドミン。僕、要は計算の報告前にアドミン確認しといたんで、ストレージ3になったんで誰か一緒にいないですかね、タコさん、いない、シーレモさんは一人で、それか、この通報直前にストレージ入った人いないですか、いない、ストレージいないです。リアクターなって、直したのが、まあ、3人で直して、
そっからピッピさんは覚えゲーしてて、あんちゃんが上からで、俺が下からで、俺ストレージに入って、シレモさんを見て、まあ、俺がどうしようもなく浮き地なんだけど、俺だから立ち床で右側にいたんだよ。隠れて見てるんだけど。自分ピンク視点、青は無理だと思うんですよ、上に流れてたから。水色はちょっとわかんないんですけど。で水色はそのシレモさんの死体を見てるっていう位置も情報出してるから、結構白目で見てほしいんだけど、で、この2人しかいないよねっていう。誰も知ってないから。でも枝さんとかしゆかじゃん。うん、私目線からすると。そうだよ。で、タコさんも多分ね、無理なんだよ。うん。一緒にいたから。で、まあ、今日合わせて。かしゆか、白目に出せる状態から、かしゆかちゃん、かしゆかちゃんから絶対。え、でも枝さん、俺だって釣ったら負けちゃうぜ。ゲームオーバーだよ。なんかそんなに黒く見えてないんですよね。ただ状況的に釣っちゃったかな、ゆきいち。そしたらロラーしましょう。まあ頑張ったでしょ。いや村沼じゃない。え、村沼じゃない。ちょっと、ああ枝さんはまともだったけどさ、あの、あんちゃんのあのシーデモさんの初動の話とか、キルクールある以上どうでもいいのになんで誰も止めないんだろうと思って。しかもさ、左行ったあんちゃんだけやし、あんちゃんと俺だけやもん。黄色さ左行ってないし。そうだから、あんちゃんはまあ全然わかんないのしょうがないからあれなんだけど。さて、ピッピが幼いのか、わかんないこともあるからな。幼いのかな、ピッピさん押してほしかったな。ああ、押さないとすごい、うん、そうだね、ローラー持ってくべきだね。うん、これは釣られるな、ピピちゃん。うん、ああ今の押してほしかったな。シーレモがね、まあ一応死ん…あれ、あ、そっか、死んでないか、ごめんなさい、今4人いたっけ。あ、いたわ、ごめんなさい、4人いたね、4人いたのに押しちゃった、それは申し訳ない。だけどさっき俺カシカエダさんでも終わりっていう言ったけど、普通に一人で2キルできる時間はあった、ね、時間あった、うん、 あるはず。え、ハッパー、いやー、うん、あるある、あるはず。なるほど。そしたら白まで釣っちゃった方が多分水色青ピンク目線は確実だと思うんですけど、うん、うん、いや、もうタスクもまあまあ進んでるし、うん、いや、釣らなきゃけどまずいか。枝さん釣って終わんなかったらなんか。いや、枝さん釣って、まあ、終わんなかったらそれでもう負けかけだから。あ、そっか。さっき枝さんレポートしてるのかな。ちょっと話そうかな、じゃあ。あ、でもそっか。はい。え、ストレージってあれありましたっけ、あの、潜るやつ。ない。ないか。うん、ストレージ3に、3見たので、アドミンで、その3の1人、口を割らない一人が犯人だと思うんですけど、じゃあ他の、あの消去法でいいんですか？他に、あそこでも柏岡さんも死んじゃったから。結局その3の情報証明できる人ここにいないんで。要は消去法で誰がどこにいたって言ってくれれば僕のアドミン情報と一致すればいいって話なんですけど。私は最後の方はミッドベイで薬入れてた。あ、いましたいました、ミッドベイ位置ありました。まあ、結局それ後出しになっちゃうんで意味ないんですよ。他の人が。自分から行ってから他が行ってから、じゃあ次僕あれ、いや、あと1個言いたいのが、今ボタン自分なくて押せなかったんですけど、白の人ロラって流れだったのにちょっとボタンとこいなかったので怪しいかなと思いました。いやー、いいよつって、まあ、でもリアクター押さないといけないなっていう、ないと思うんだけど、最初の最初のキルは、まあ、枝さんに入れる、もう分かんねえ、左側自分行ってないんで。え、わかんない。だけどあのレポートわかんない。ペータさん、今考えたら、いやー失敗した。俺釣られるんだったらそのままアドミン情報しっかり出し切ってしろ、あー情報を確定するべきだったな。釣ってもいいわ、今ダメだね、4人でローラーダメだからね。そうだから、あれピッピさんめちゃくちゃ黒いんだよ、4人でローラー言ってるから。それを誰も気づけなかったのがな、村目線絶対死ぬからね。だって4人でローラーは絶対なしだから。そう、なんでタコさんがローラーないんだろう。わかんないけど、ローラーって、俺はローラーと
ローラーと言われつつ、単純にローラーじゃなくて怪しいからツローって意味で言われてるのかと思ってたんですけど。いやローラーは、いやローラーっていうか、いや、そう、まあ、あの4人でローラーをね、提案した人をするべきだったかな。普通に。そう。ということでね。あの、ありがとうございます。ローラーって言ったけど、ローラーっていう意味じゃなくて、普通に。あの3人固まってたからダブルキルでっていう意味で多分逆にあれ枝さんってあそこ押してるから、うん、白いまであるからな、うん、枝さんクロース次呼んでもいいですか枠空いてたらあどうぞ全然はいあそれで行ってきます。いやあのアコのボタンは全然俺もボタンあったし、うん、枝さんが白取るので押したっていうのも招待リンクってピピさんできますっけ、うんこれって福島様の招待リンクは誰でもできるよ。誰でもできます。あ、オッケー。あ、じゃあちょっと呼びます。え、ちなみにタイさんはやったのはピップさんですよね。あ、そうです。あ、タイミング。そうだから、あそこってあのアンちゃん、アンちゃんはあのシーデモさんの動き気にしてたけど、うん、あれ別にシーデモさんがどう動いてようと会議後って30秒のクールタイムがあるから、シーデモさんが最初どう動いてたかってあんまり関係ないんだよね。だからエレクトリカルで、はい、なんかね違うの。私的にはなんかエントから出てきたかもっていう疑惑じゃないの。違うの。うん、うん。いやシーレマさんもともと左あんまりねそのエレクトリカルで合流 してその時になんかあの弁当の方から出てきた可能性があったとかで疑うのはわかるんだけど、うん、普通にその普通にシーレマさんがそうそうだからあれはあんまり必要なかったし、まあそれはそう、うん、意味はなかったけど、まああんちゃんは全然わかんないのしょうがないから。でしょ、これあとあれはそう村側がそうあの大津あたりで考えるべきだから時間的に、うん、そうそれは言わなきゃいけなかった。いやあんちゃんの情報俺は欲しかったよ。あんもっとそうだね。だねよ。あとさ、シルモちゃんがさ怖かったからさなんかこう上に行ってやってあの下に来たんじゃないかなって思ったの。あと1分くらい欲しかった。ガチガチャがあのグダグダ会議を全然なんか何も言わねえなって思ってたから、そこは思ってて、あんちゃんがそれにあのガチガチャを見たよって合わせてきたから、ガチガチャあんちゃんもあるなって思ってたけど、うん、そこも違かったし、結局ピッピさんだからあの、いらない、グダグダだなと思ったら、もう止めないとだよ、うん。止めないのは怪しいなとかじゃなくて、うん。いう感じじゃない。で俺も何もわかんなかったから。止めないと。俺は何もわかんなくても止めるぜ。だってクールタイムの関係上O2 直前ぐらいじゃない普通に、うん、O2 直前だね。そうなんかもう休暇がさそうだからそこは止めてほしかったなっていうのはでも俺タイちゃんの下でびっくりしたんだよ。あの下から待っててさカフェテリアに向けるときに見つけた見つけてるわと思ってさどうしようかなと思ってどうしようかなと思って引き返して何食わぬ顔でなんか誰にもね俺見た誰も俺のこと見てないのになんか平気だったわ。引き返すなんてありえないからね鬼じゃないと あの時笑ったわ。カシューカじゃないの。あ違うよあれはピッピさんがやってくれた。えなんかてっきりさあのすれ違った後殺したのかと思ってた。いやみんなそう思うかなと思ったけどあんまりそう思われなかったね。見つけたんだ。なるほど。自分でだからみんなそう思うかなと思ったから自分で言ったんだけど。いやでも本当最初に死んですいませんでしたとは思ってます。俺はもう絶対こいつにはついていかないってもう今心に誓った。たまにちょっと信じようかなと思ってついてた時毎回殺されてるからもう二度と信じない感じ。そうだね今日なんかついてきたね。お道で殺せるじゃん。急に引き返してきやがってさ。仲良くしろよ。もう一人の人まだ来なそう。あ、ちょっと待って。今シーデモさんなんて言った？仲良くしないしようよって言った今。言った。え？あ？シーデモさんがそれ言うの？あ？妙だな。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 そういうの？手洗い行ってから行きますって言ってるんですけど待っても。あじゃあ待ちますよお手洗いなら。あすいません。このお手洗いって何？守られてだから。うんちからな、うんち、いやうんちしなそうな子だから違う。さっきの計算アドミンいた？いたよいたよいたいたマジでいたよ。俺も見てた。俺重なってるとさ割と見えないから。シーレもおしっこ。でも結構ふわふわしてるな。枝さんもなんかいたかなぐらいのなんか感じ。
いや俺と江田さんしかいなかったの、しばらくアドミン。いやあと俺次一戦だから今度クルーメイト引いて全勝で寝ますわ。いや、カシユカさんのキルがマジでうまい。あれはあれはカシユカちゃん2キルだよね。あれあ の, 違うのアドミンで江田さんがアドミン見てなかったらシーレモさん死んでないまであるぐらいの直前キルだった。マジ。ああ。うん。ああ。打ち切りだったのも大事だな。うん、俺殺したのって誰？薬師マシーレモ？計算？計算か。うん。そんなやつの顔も覚えてないか。じゃん。あじゃあクールタイム覚えた？うん。江田さんのレポートはあったけど、あれ俺が近くまで来てたから先にそれを見てレポートっていうのを思っちゃった。あるかなって。いや僕もストレージに人増え始めて、あやばいこれ俺怪しい。閉まれる前にレポートしなきゃみたいな焦ったレポートになって、逆に白なのに焦った。んーけどまあ江田さんは白と見てもあんちゃんピッピさんで悩んでたな。なんかあのねタコさんは白だったの。で、うん、江田さんかピッピかなって思ってたの。うん。で最後終わんなくて、あどうしようって思って、もうあれはもうあの時点で負けだから、もうヤクザ行ってタコさん来なくて助けてってやった。ヤクザさんこんばんは。こんばんは、お願いします。お願いします。こんばんは。多分オートボットミュート、オートあオートミュートボットが入ってるので、あアマングアスのテキストチャンネルのところに、はい、ルームコード計算が書いてくれてるので FBX っていうやつ、それでとりあえず入室してもらって、うん、ちょっと待って、ディスコ使うのめちゃめちゃ久しぶり。キー計算なんかあれだね、名前かぶってる。うん。シャケーとケーと。は？何言ってんの？ああなるほどね、E がってことか。あ俺の画面からはね、枝さんとね計算合体してね、ケーダンになってる、ケーダン。でシャケーのそのさコードの貼ってある下の方のさオレンジのさアイコン。あそうそう、そのあこれかな、いっぱい並んでるやつのオレンジ色。あっ、出てきました、出てきました。で、一応ちょっとミュートかかるのラグがあるんで、はい、ゲーム開始後とあと会議の、始まる前後とかは 2,3 秒ぐらいあの喋らないでもらって。あはいはい、お願いします。はい、ね、ちょっと寝ちゃうんだけど、シャケーさんは経験者ですか？あ、一応ピッピちゃんとよくやってます。頼もしい。ごめん、あ、待ったよね。いや、今あの設定ミスってたから。はい、あはい、ちょっと待って、作り直す、作り直すか、作り直します。了解です。一回抜けます。はい、チャキー、キーとシャキー。いやー、2連続のイージーゲームだったな。はっはっはがははあんちゃんタスク大丈夫？数増やすけど。うん、これ抜けた方がいいやつ。あ、抜けてまた入り直して違う部屋建ててるから。ピッピさんと薬師間さん同じペットやん、ハムスターや。これモルカーですよ。そうだ、あ、これプイプイ、プイ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 か、モルカー、モルカー、モルカー発見だよな。モルカーのために今日早起きした。モルカーって何の略？何の略でもないでしょ。モルカーはモルカーの。モルモットカーの略じゃないの。え、モルカーはモルカーでしょ。そっか、深いな。モルカー。あれ、内側に目が開くのちょっと怖いけどね。わーパワーである。
アップねー、早いな棒を保つところだったボタンが見当切れてない。あ、切れた。はい、何か言うことはありますでしょうか。誰がまあいいや。薬島がピッピさんをアドミンの通路で殺したのを見た直後に僕が、うん、まあ、レポートしたって形なので、まあ、最悪ローラーでもいいんですけど、他に、うん、証言はないならローラーかな。いや、薬島からのこと話を聞いてませんよ、まだ。俺、タイちゃん見てないぞ。じゃあ、薬島でいいと思う。俺だって今、ストレージの左下だよ、いたの。うん、まあ、それは誰も証明できないと思うから、まあ、ローラでいいと思う。ローラで。いいんじゃないですか、ローラで。どっちからですか。まあ、さすがに薬島。うん。いや、まあ、いいけど、ローラはしてくれじゃ。ちなみに下行った人はいない他。左がね、ケイカシユカ、シャケさんと、あと一人、誰か、あ、枝さんか。今見て右あ、右ね。あ、ごめん、右ね。タコも。それは右。タコさんも右に見てる。なるほど。初手左、タイだけで、メッドウェブスキャンして、あんちゃんはドミミに行こうと思った。カシユカちゃんは俺見てないっていうの。俺がウェポンでやってるときに、ダウンロードしてなかったウェポンで。ウェポンでダウンロードはしてないな。あれ、あ、じゃあそれはあんちゃんか。それは私。あ、あんちゃんだ。あ、ごめん、俺あのタスク中だったから色はちゃんとは見れてなかった。これ動きは計算とほぼ全部一緒だね。まああのもう一回言っとくよ、ローラーはしてよ。するよ。うん、はい。俺タイちゃん見えてないから単純に俺が下行ってるのを見てタイちゃんがなすれると思ってやってると思ってないから俺は。なるほど。もちろんこれはローラーは。うん、すいません、あの薬島さん、あの、はい、リッコの名前どれですか。あ、チコです、チコです。あ、はい、わかりました。はい、ごめんなさい。大丈夫です。はい、まあタイちゃんに押してほしいけど、まあ、あ、押しますよ、全然。他の人で押して、もう一人ぐらいは残ってもらって。じゃあ、枝があの見張ってて押さなかったら押す。白いけど、うん、見てなくて色くだみんな頑張れっていうのは大丈夫。鬼だったらそんな無茶しないでしょ。白いけど、まあ万が一と、あとは薬島が本当に鬼だったら薬島のためにするよ。友情だね、うん、皆さん頑張ってください。ありがとう、一緒に宇宙船直そうね、あの世で。シーレモさん次死ぬのか。予告。シーレモシス。特に話すことなければ投票しておりますけど。ないよ。っていう。ごめんね。健闘を祈る。さらばだ。っていう。
容赦ないボタンが出たね。恐ろしい。でもまあ特にないです。はい、まあしっかりアドミン見て押してたね多分ね。あ、みんなアドミンの存在忘れてた。マジで？うん、アドミンの3人しか映ってなかったから押しました。はい、非常に白いと思いますね。そうです。アドミンでキルフラッシュを見てロアエンジンに行ったらタコちゃんが死んでて、アンミツちゃんがその横でなんかちょっと踊ってました。以上です。現場からは以上です。ハンちゃんは踊りました。踊ったんだ。踊ったんだ。そう、踊ってなければ俺目線だったらね、鮭さんずっと見てなかったから。鮭さん、私ずっとカメラ見てました。白と緑と紫がアドミン付近にずっといたので。そっか、踊っちゃったのか。あえてさ、あんちゃんさ、シーレモさんってことはないの？あんちゃん踊ったとしてね、そういうパターンはない？シーレモさんが殺した可能性もある。あるよね、あんちゃんが死体の上に踊っててシーレモさんが殺した可能性ってある？タコさん、意味が分かんないやつ。どういう状況だよこれ。タコさんが来てたらシーレモちゃんが来てタコさん奪ってったって感じ。ああ、あのあんちゃんのがまあ死んでたけどシーレモさんがもう一回殺したみたいな感じだよね。いや違うよ。タコさんが2回も殺されてかわいそうじゃん。タコさんと踊ってたの。あ、タコさんと踊ってたのか。違うもん。え？まあどっちにしたってローラーできれば。まあ確かに。終わる。まあしょうがない。あんちゃんに。はい。あ、あんみさんに入れました。そうです。すまないな、あんちゃん。ね、あんちゃん。さん来たじゃん。アイちゃんなんだよな、インポスター。え、マジ？あのさ、弁当の使い方わかんないんだけど。アイちゃんなんですよね。あ、タイちゃんなんだ。初動ね、あの初動キルテルはキルっしょってなったけどね。いや、ローラするでしょ。ローラはするよ。タイちゃん、タイちゃんなんだよな。俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。あ、見てんじゃねえよ、ちゃんとリザルトよ。
さすがに鬼でいない人を黒塗りは初手からやったら。でも絶対できるでしょ。だってタイちゃん視点はさ、俺が言ってんの見えてるんだから。でもさ、それできても3、いや俺2人しか。タイちゃんからローラーとは言わねえけどな。いやごめん、あんちゃん見ちゃった。でもリスクではないでしょ、ね、別に。あれね、あのちょうど弁当から出てきた時だったの。あ、弁当出たんだ。3つら見てなかった。えらいじゃん、弁当使って。移動が できなくて、なんかちょっと行く場所、なんか隠れたはいいものの。あ、俺やったとか。そう、どうしたらいいんだろうと思ってずっと弁当の中にいて、パッて出たらずっとシエルマちゃん来たからちょっと踊った。実はあんちゃん、俺最初から気づいてたよ、あんちゃん鬼って。ウェポンのダウンロードが異常に早かったから。あんちゃんに聞いたじゃん、カシュカちゃんダウンロードしてたよねって言って、それで あんちゃんだったから、あんちゃんなら言わないでおこうって思って言わなかったけど。あ、カシュカさん、ん、あのカシュカさんのと入れ替わりにアルクくん呼んでくれて、アルクくんが来てくれた。あ、サンキュー。じゃあ投げますわ。お疲れ様でした。平和になる本当に。3連勝、しかも 2回インポスターやで。しかも完勝じゃん。あいつ勝って抜けてくつもりだ。あいつはそういうやつだ。いや、今回は村が悪いでしょ。ああ、そんなもん。アルクさんという引き締め役が来たから。あ、でも俺と代わりにアルクさんだったら別にあんま変わんないし。みんなふわふわしてたね、村が。いや、アルクさんでも情けがあるから。ああ。なるほど。アルクさんはね、情けかけてくれる。まあ、昨日のあのアルクさんを弁当で、弁当じゃないや、あのサボタージュで言ったのは悪かったと思ってる今。うん、そりゃそうよ。いや、あれはね、別に言わなくてもね、人間そう思っちゃったらもうそうしか思えないからね、無理なんだよね。いや、だから思うのはしょうがない。いや、でも他の人に伝えてそれで釣ろうとしたのは。ああ。ま、なんか、全員 PC だったらさ、なんか近くにいる人と話せる。ああ、やつやがってたね、今日。できるようになったんだけど。あれ、何それ。あれ、めっちゃやりたいんだけど。面白そうだよね、あれ。俺、PC、どうにかしようかな。そう、PC だったら、そう、全員があの、なんか、てるてるとかのやつ入れたら、同じような感じで。そうね、マジでちょっと、モッドありで、ほんとやってみたい。絶対さ、キルする直前さ、じゃあなって言える。そうそうそう。なんか普通に今日寒いですねって世間話しながらキルしてるとこ見てめっちゃ笑ってたわ。いいね。怖っ。いいな。でもな。そう、近くにいる人とだけ喋れる。昔の PUBG みたいなもんか。ね、そうだから、なんかあのカフェテリアでなんかあの会議終わった後でもカフェテリアに全員集合したら会議の続きができるっていう。ちょっと飲み物取ってくるわ。いろんなのあんだね。あ、アルクくんがカシオカさんになってる。恐ろしい。ええやん。ええね、それ強い、マジで。見た目一番最強だわ、誰もが避けていく。いや、でも今日役所はついてきたんだよな。まんまと殺されちまったけどな。たまにね、役所はついてくるとき、俺いつもインポスターなんだよな。かわいそう。サンキューって言いながら殺してくる。よいしょ。そうな。あー、まずいな、そうか。アルクさんが白。俺が紫か、紫やね。俺がこれでいくわ。原産じゃん。枝さんが、枝さんが白だから。みんなわかんないな。枝さんが白だね。枝さん白だからさ。歩くハゲじゃん。俺、うん、これでいくわ。じゃあ、ありがとうございました。枝さん、枝さん白だよって。お疲れ。お疲れ。枝さんトイレ遅いね、うんちかな。かもしれない。あ、でも、あ、枝さん、センちゃんがいる。センちゃんがいる。でも、ペットはあれだよ。犬だよ、犬。知ってる、知ってるよ、それは。だから隠してるじゃん、今。頭ついてない。隠せてない。ちゃん、買ってきて。犬買って、ちゃんと。いや、俺はこいつはいいんだ。こいつが一番死んだ時の反応が良かったから。見た目も好きだし。あるよ。動画とかあるよ、ペットの。脂肪とかの反応臭みたいな。へぇー、スケジュじゃないんだ。あ、枝くん、枝くん待ちよ。ヒッピーが若干センターに入ります。ちなみに白取られました。タコさんの近く行けば白なくなっちゃった。ほら、犬。アルクさんが原産のコスプレしたから白。あー、なるほど。そっか、今日センターもいる。あ、犬、買ったん。買った。すげー、
先端がいる。人の犬を自分の犬って言う。人のもの取ったら泥棒。ポケモンで学んだぞ、それは。あんみつちゃん大丈夫かな。あんちゃんもうんち。あんちゃんうんち。ちょっと日付変わったぐらいで終わりにするね。うん。はい。お願いします。シンデレラじゃん。そうだよ。十二時の羽が鳴ったら。ワンオン。いつものだ。おお、死んでると思ってた。停電起きて、その後アドリー見て、割と人が動いてたんで、落ちました。なるほど。あの、一個気になったこと言っていいですか？はい。最初、ウェポンのシューティングやってた人何人かいたと思うんですけど、うん。黄緑の人がね、立ってた位置に僕終わった後立ったんですけど、はい。タスクできない位置だったんですよ。連打が甘いっすね、薬島さん。あそこできますよ。連打して、ね、しながら行ったら。最短で。でもほら、同期連れとかあるじゃん、うん、まあ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 。うん、そこら辺はちょっと微妙かな。うん、まあだ、まあ、それは、うん、気になったっていうだけやから。うん、ちゃんとあれよ、停電時、あんちゃんとナビゲーションで2人になったけど、殺してないから俺。白い。真っ白い。白いね。俺、白角で見るわけさ。白角でしょ。うん。白角だ。耐えた子か。ラインスケスケで草。人を怪しみながら生きてきたんだろうな、この人は。世界平和だよ。みんなを正直に。昨日平和壊してた人がなんか、おっと口が滑ったな。シードムさんが言うのちょっと面白いから、ちょっとやめてほしいんだよな。チコタン口が滑りがちでは今日。シノさん、早めに殺しといた方がいいっすよ、この人。チコタン？うん。うん。やれるんだしさ。まあ、いいんじゃないですか。スキップで。ちょっと殺しとくわ、すぐ。チコタンが次死んだら私だから、私がインポスターだから。
作ろう。違うんですよ。ちゃんと殺してる。違うんですよ。こう屋久島がロアの上の配電盤のところで死んでました。配電盤だっけあれ。あ、そっちか。うん。停電直って、あの、エレクトリカルのタスクした後に左に行く黒を見ました。なるほど。停電の時にオレンジと黒かなと、あと茶色とピンクがエレクトリカルにいて、で茶色を残してピンクは最後から2番目に出ました。どっちに？シールモもいたんですね。あのちょっと一つ聞きたいことあって、アルクさん、俺がメッドベイに行った時にから出てきたじゃん。はい。あの時メッドベイいた？他に。結構前だよね、それ。セキュリティから弁当、エレクトリカルだったか、セキュリティから弁当でメッドベイに飛んだ感じで見て、あ、死んだなと思って俺、いなかったと思うけど、ね。それ俺だよ。メッドベイ。メッドベイには俺がタスクでいたから、その時2だったら確実に俺目線、アルクさんの弁当っていうのは見えるけど。メッドベイはね、多分俺誰とも一緒に入ってない気がする。タイさんはアルクさんと一緒にいたのを見てんの？俺は全く見てない。アルクさん見てない。からメッドベイ2の時があるっていうんだったら、それはメッドベイの弁当にいる。それでメッドベイで死んでなかったから、そこからまたセキュリティとかに移動して、そこでロア殺してんのかなって思ったけど、まあ、他になんか話あったら、そっち優先させていいです。メザさんってどっち流れたんですか、最後。最後右ですね。多分最後の方にアドミンに何人か合流してるので、右っていうのは証言してもらえると。まあ、さっきのペンチの。しいな。停電直したときは屋久島いたんよね。停電直して、あのエレクトリカルの上のタスクを結構4人くらいでやってたと思うんですけど、それの時に同時に出ました。はい、で、黒は左行って、あとオレンジは右に行きました。アドミンで結構私は目撃されていると思うんですけど。なるほど、その時は生きてたか、その後。ちなみにその時は4人って思い出せますか？ピンクがいたのしか覚えてないです。あと、どれくらいいたかな。それが茶色。ピンク、茶色、オレンジ、黒だと思う。ああ。ピンク、茶色、オレンジ、黒。え、待って、黄色もいたよ。黄色。オッケー、じゃあ黄色もいた。いたような気がすると。まあ、いっぱいいたから、いったかもしれない。え、その後、一番最後に出た人って誰？茶色の枝です。順番を教えてほしい。最初にオレンジ黒同時。オレンジ黒同時。で、ピンクは茶色を残して一人で出てたから、黄色はもっと前に出てると。うん。ヒリモさんもアドミンの方行ったの。私は、カフェテリアに行った。ストレージ回ってカフェテリア。うん。誰か目撃してる？誰ともすれ違ってない。おでもアドミンいっぱいいたんで、すれ違ってないってあんまないと思うんですけど。でもアドミンね、寄ってないもん。はい。でアルクさんはどっからメッドベイ？いつの俺多分メッドベイ2回入ったんだよね。一番最後レポート。一番最後はレポートなるちょっと前ぐらいにメッドベイが1だったから、確認しに行ったら中に誰もいなかったんだよね。アドミンから行ったってことですか？そう。その時のアルクさん見てます、誰か。
誰が立つか、まあ、俺メッド面2を見て、あ、メッド移動見て、まあ、さっきの話をちょっとしたくて、メッドベイの件。うん。メッドベイにベント移動したように見えて、俺が見てる感じ、タコが見てる感じは。うん、で、行って、アルクさんが出てきて、で、タイさんとアルクさんがメッドベイいたって言ってたけど、どっちもお互いは見てないんだよね。タイちゃんも、ああ、そう、見てない。タイちゃん見てない。うん。じゃあ、お互い見てないんだったら、どっちがベントだと思うんだけど。他にメッドベイ行ったよっていう人、さっきのレポートのちょい前ぐらい。レポートなる直前にいました、メッドベイ。タコさんと連れてがってます。直前は、直前は関係ないですね。ああ。あと、まあ、うん、まあそこら辺、その2人のベッドどっちかあると思ってるのと、アルクさんが出てきた後に左からアパー側からケイさんが来たけど、ケイさんはあれはどういうルートで？来てた。あれ、計算？計算？計算？はい。はいはいはい。うん、合ってる。だからそれを聞きたかった。計算はどういうルートできたのかっていう。そん時俺計算 見てないな。アッパーでも見てない。ユクール？でもメッドベイに入ってくるタコさんとすれ違ったんでしょ。それってめっちゃ最後じゃないの？うん、俺は行って、アルクさんが出てきたから、一応まあ下見て、下内の確認して出たときに左からケイさんが来たって。さあ、黄緑白ペアとかダメですか？あ、ないんですか、ね、はい、一応禁止というか、強いから、なしにしてやってるけど、別にやってもいいと思う。ナビゲーションのこの字でピッピちゃんの死体です。はい、でその前にの、ね、下ナビ、うん、この字の下の方ですか？ナビゲーション出てすぐのところ。あ、はい。でその時にナビゲーションから出てくる人を見てて、アルクさん一人ん、俺は最初ナビゲーションにいたけど結構早めに出たと思うんだけど。そう、アルクさんは早い段階で上の方に去ってったね。車系さんだったかな。車系さんだったと思う。停電するちょっと前にあのナビゲーション出て、それと入れ違いに黄色が入ってて、多分残ってたのピン中にピンクだけだったと思うんで、私的にはセリフに見えちゃうんですけど。私は最初白とピンクと
茶色とオレンジだって4人ぐらい、ね、いました、いました。で、俺結構早めに上側に抜けてますね。そうですね、それは間違いないです。アレクさん白だと思います、枝は。アレクさんが先に抜けて、その後はね、俺今ね、セペリアの下ぐらい。枝目線いっていいですか。はい、あ、枝先に離れて、シーレモ、シャケ、ピッピさんが3人残ってたんで、その付近に。僕はシャケさん、シーレモさんどちらかになってます、枝から。で、シャケさんとシーレモさんは？で、私は先に、シーレモさんと入れ違いでナビゲーション出てって、ピピちゃん一人でナビに残って停電だったんで、私的にはシーレモさんのセリフに見えてます。私はシャケちゃんかな。一応全員の位置洗ったら、タイ、アンミツは、エレクトリカルですね。タコリアクターからロアにかけて、うん、それで全員だ。計算は、あ、計算か、あ、直してるか。あ、やべ、やば、入れてない。ふわふわか。今日はこういう感じ。これはやばいな。押してほしいな。これはやばいな。よく通ったな。出し入れも。で負けた。あれ、計算停電直してる途中だったの？直したんじゃなくて。なるほどね。僕も押したと思ったら直ってなかったから、なんかよくわかんないです。ちょっとなんか変だった。まあいい、うん、まあけどここで時間稼いでもって感じはあるから、そこはいいかな。まあ多分一応全然誰とも会ってないんで、なんか白証言にはならないんですけど、一応停電した時はもうナビゲーション出てってて。ストレージです、最終位置、一応。枝さんって最終位置どこでしたっけ？枝の最終位置はね、ストレージですね。鮭さんに僕抜かれたんですよ。停電だけど、一個、カチャってるだけのタスクあったんで、それやったから、鮭さんに抜かれて。どこですか？シールドとか組とか。あ、シールドあたりで。あー、はい、でもシールド通ってストレージまで抜けて。シャケさんが抜いてるのを見たってことですか？そうそうです。あ、じゃあないんじゃない？いや、でも停電なったし、なった直後とかなった瞬間に殺してだったら全然あるタイミングだったとは思ってるので、なしではない、なくはない。停電直後だと、もう私が入ってすぐに停電になって、停電だと思って出てったら死体があったから。そうですね、私もシーレモさんがナビに入っていくの見えてるんで、停電してすぐくらいじゃないですかね。でもまあ鮭シーレモだったらなんか、うん、弁当もあると思うんだけどな、アルクさん、エダさんあたり。俺も停電だったから弁当でもなくはないと思います、多分。これは今カフェテリアの下にいますとしか言えないから何とも言えない。アドミンとかも誰も見てないもんね。見てないみたいだね。いや、俺はさっきの弁当、屋久島殺しの時もあるから、俺はアルクさん濃厚かなとは思うけど。あ、俺なんだ。鮭さんに抜かれてんの、鮭さんが分かってないならおかしいかなと思ってる。抜けてるのを結構な人見てくれてると思ってたけど。ああ、そうなるんだ。結構するんだ。頑張ってください。いや、これ。一人だけ釣んのまずくない？釣るんだけど、そこらへんけど、核じゃないから。これはボタンないです。釣られたくないんで押しません。
ちなみにさっきシャケさんに言った3人って名乗り出る、名乗り出たりします？枝。枝入れとった。入れました。枝仕入れもあんみつ？うん。チャーキーで、俺に入れたのがタイちゃんと、あれだ。タコさんか。うん。まあ、俺は普通にスキップに入れたんですけど、絞らないかなと思ったから。まあ、俺はずっとアルクさん入れたから、まあ、あれだけど。まあ、この表洗っても微妙か。まあ、枝からは正直シーレモン鮭のローラーでもいいと思ってる位置だから全然入れるし、シーレモンさんも入れるし、うん、正直俺もローラー鮭さん釣っちゃったならもうシーレモンさんかな。少なくとも俺じゃなくてシーレモンさん。いやそこで普通にベントアルクさんか枝さんか行ってそれで2人釣っちゃったら終わるっていうのもあるよ。そうだね。俺上に抜けてってるんですよ俺、うん、でそれ誰か見てる、枝さんが見てるじゃん。アルクさんはないと思ったけど。枝さんが見てて、その、そっからマジで、壁の方。下へさ、なんかナビゲーションのこの字って言ったよね。うん。うん、まあけど、そうだね。だから、上だったら、少なくとも弁当はウェポンとナビゲーションの弁当だけだから、俺が使えないと思うんですけど。あ、逆にそっか、ウェポンの弁当だったらナビゲーションいけるのか。そう、だからナビゲーションいけるから、ナビゲーションの中に入っちゃうじゃん。うん。俺がこの字で殺すことは不可能じゃない？それだったら。この字で殺したの？だってシーレモンさんさっきこの字言ってなかったっけ？うん、この字。ナビゲーションじゃないよ。ナビゲーションの前の廊下。そうだから少なくともローラー対象は俺じゃなくて、まあ、せめてシーレモンさんだと思うんだけど。やるんだったらの話ね。シャケさん、この字。まあ、はシーレモンさんも入れた方が安心になるのでシーレモンさんに入れちゃうんですよ。同じでも。うん、なんで俺だけスキップ入れたの？いや、一人釣ったらもう一人釣る方がいいかなと思った。いや、角じゃないときに釣るのは俺は怖いな。え、なんで？そっか。今リアクターの上でアルクさんがやってました。ごめん、何も聞こえなかった。聞こえますか？あ、リアクターの上でアルクさんがやってました。なるほど。じゃあ枝さんかな。え、それアルクさんがやったの見て速攻レポートした感じですか？え、俺リアクターの前で待ってたんだけど。うん、俺もそれ見てるけど。上行ってないですね、俺。誰、あ、今の証言誰ですか？タイがアルクさんが覚えゲーの目の前に立ってるのを見てるんで、はい、キルした直後にレポートじゃなかったら枝さんの方が怪しいかなと思いますけど、どうですか？あ、アルクさんが逃げてったのを見ました。あ、なるほど。逃げる必要あります？リアクターから出ていくような移動をしようとしてました。すれ違ったの。僕は俺枝さんむしろ見てないんですけど。で、その他見てる人いいよね。まあ、体型は見てないもんね。リアクターの下にいたのは誰ですか？リアクター入ろっかなって思ったくらいかな、俺も。アンミスさんでね、僕はアンミスさん見たんだよね。一回下行って、あ、いたな、上行った、その後上行った、アルさんが殺してた、みたいな感じです。そう、アンミス。少なくとも多分ね、俺がそこで殺したらね、ベントに入って逃げると思うよ。あ、で、アンちゃん教えて、もう一回。私的には、エダさんが入ってきて、上に行ってくれるかなって思ったら、なんかリポート来たって感じ。え？どういうこと？あんちゃんアルクさん見た？アルクさんね、見てない。うん、後から。見てない？いたのかな？リアクターってこれ結局、え、治ってますっけ？いや、治ってない、レポートです。そうだね。
いや、枝さんが上に行ってやるしか俺正直ありえないと思うんだけど。いやー、俺一、まあ正直ずっとアルクさん入れてるから俺はアルクさん釣りたいけど。マジ？え、でも私的には枝さんが怪しい。枝さんしかなくない？だって、あんみつさんから枝さん怪しいのとか、え？わかんない。それは。公表してよ。この方がいいと思う。ボタンなんですか。ナイスボタン。じゃあ、江田さん。いや。いや、ダメですよ。いやはもう、いやもうないですよ。いや、ってさ。いや、そりゃ白だもん。あ、マジで早いって。それは、マジ早いっす。マジ早いっす。え、なんで、え、根拠は、え、正直、やばいって、やばいって。絶対今の速さは白の、白だったら速さじゃないっすよ。さっきのキルで、携帯はないんすよ、絶対。一緒にいたんで絶対なくて、はい、で俺チラッとあんちゃんが下いるのは見てるんで、まあそうなるとまあ普通に考えて枝さんとアルクさんのローラーでまあ終わりっていう話。いや、あの僕から見たらもうシーレモさんとシャケさんが実は違って、やっぱりアルクさんがやってたってことになって、さっきので、それで今あんみつさんが僕に怪しんで入れてきたのが、あの最初にリアクター切るときに黒に置いてきたのがあれなんで、あんみつさんにいるしかないんですよね。私殺してないもんだろ。いやでもあんちゃんが殺すのは絶対無理やからあの状況で、まあ、いや今さ、まあ、8時間あるんだったら一回あんみつさんに入れてくれたら22で早く投票して22にしてもらえればもう一回話し合えたのに。早く投票して、もうね、あ、ボタンないんですよ僕ら。いや、そもそもあんみつさんじゃなくて K さんかもしれない。いや、もう、そうだよね、これ。に関しては、俺ら3人、絶対無理なんで。なんかさ、これでもう僕決まったのに、入れるの悔しいな。終わるの悔しいな。20秒話そうかな。いや、今の。お願いします。だって、歩くさっきのが歩くさんだとしたら、全員ありえて、僕でもありえるんですけど、全員ありえて、今の速さで言うと、計算投票の速さが怖いなっていうのもありますよね。俺目線計算なくて、計算目線俺ないよね。ね。え、だってさっきのが、さっきのが白だったらもう関係ないですからね、僕から見たら。え、リアクターの時の話ですか？無理だ。あ、リアクター？あんちゃんナイス。いや、投票早いよ。いや、投票は早すぎる、さすがに。枝さん釣っちゃうのは、まあ、泣くは、まあ、全然わかるけど、ちゃんと聞くべき、最後まで。かわいそうだよ、枝さんが。消し入れもどっちも違うっていうパターン。うん、それをちゃんと言ってたから、はい、ちゃんとそこを聞いて、そしたら、アルクさんで釣れてる可能性もあるわけだからっていう。本来ならあんちゃんがここで下のリアクターに行かなくて、普通に1キル取りに行ってたらここで終わってたから、終わってたから、まあ、まあ、まあ全然わかるけど、いやけどあんちゃんそれをあえて自分後ろ角取ってさらに遊びたかったんだよな。いやなんかね、リアクターでさ生き残ってたから完全に一路連れてると思ったわ、ね、まあ、まあそれは、ね、全然わかる、それ全然わかるけど、うん、でもあの速さで投票するのはさすがにちょっと。え、なんかもうさ、私さ、最後のキルしかしてない。いや、もうあんちゃんボタン押しないっす。まあ、それは、ね、あれは外しちゃうよ。うん、あれ無理だわ、俺。外すのはね、全然
いや違う、だから結局アンちゃんには多分入れるけど、あじゃあ枝さんに多分入れてんだけど、話聞いてからにするべきだとは思うよ、さすがに。いやなんか分かんなかった、何も。最後のさ、なんか枝さんをさ黒って言っていいのかさ、どうかも分かんなかった。全然いいよ、全然いい、全然いい。いや一番最後はリアクター鳴らして残り6人だったじゃないですか。そうだから俺とあんちゃんが両方とも1人ずつ食べたら、この時点で終わってたから、俺はタコさんをもう強引に上で食べたんですよ、リアクターのボタンの上で。なるほど、うん、あここできる、終わったなって思ったら終わる。でもう1人を決めしてくれたら、終わったから俺普通に余裕で入り口で待ってたら、あんちゃんもずっと下のボタンを押してたから、あこれこれ死体見つかるなと思って。山でも逆に殺したんは誰？逆にも殺したんだよ。キルは全部俺です。全部アルクさんだよ。そんなんもうさ、無理じゃね？あとまあなんだろう、一つ言うなら、その6人状態でリアクターで終わらなかったは別にそんなに確証はしないかな。あでもまあそうか、ボタン一応入ってるから。ランチが下でボタン待機だったから。うん、そう、むしろね、あれがすごい白かった。解除してて。まあそうね。すごい白かった、ね。アルクさんか枝さんしか正直。白すぎたな。それでなんか、まあ、あんたもアウトの他の人追いに行ってる感じだったら、まだ。ああ、そうか。実際さ、あんちゃん1キル1種もやってないからさ、実際、実際真っ白。白がないじゃん。実際真っ白。うん、そうだから無理じゃん。ナビゲーションがうまかったね。うん、俺結局どうやって考えれば上手かったかな。え、普通にみんな上に、カフェテリアのイベントから、いや、普通にみんな上に行ったのを見られてる上で、ウェポンでずっと待ってて、誰もこっち来てないから、停電中ナビゲーションに戻って殺して、また上に逃げた。殺してる位置が、すれ違わずに、シレモさんがまだナビゲーションの奥にいるときに、先にやったって感じなの。いや、シレモさんは正直奥にいるか気づかなくて、普通に俺が上行ったのみんな見てるだろうから、あそこに戻って殺してる発想はないかなと思って、誰でもいいから殺した。そしたらまだシレモさんが中にいた。いや、さすがにシャケシーレモで残ってるの、お互いが分かってる状況で殺すなら絶対弁当、あると思ったけど、分かんなかったな、けど。じゃあ先にタイさん、アルクさんのあの弁当容疑を。あ、そう、ちなみにメッドベイの弁当は俺ですね。ね、で、アルクさんは普通に前見に行って、どっちも死んでなくて、アルクさん普通に出てきたから、タイさんの方が。じゃあそう、普通にロアで殺してからセキュリティから弁当でメッドベイ飛んで、そしたらタイちゃんいたから、出てくるまで待ってから、出て行ってから俺が出た。そのタイさんを見れてなかったからな。そう。いや、無理。このさ、これ俺もう一回やっても絶対アンちゃん釣れないわ。あんちゃんは真っ白だから釣れないよ。釣れないと思う。アルクさんにね、すごく頑張ってた。ありがとうございます。いやいやいや。私、初めてね、勝ったよ、インポスターで。おお、よかった。いや、今のは、いや、あれは、いや今のは絶対勝てないわ、ね。あそこまでの人数をアルクさんが減らしたのがすごいわ。すごい、本当に。アルクさんのさ、チーデモさんとシャケさんのローラーがマジで。俺はこうやりながら、あれいや、私、いや正直俺もね、釣れないかなと思ったんだよね。やりたくなかったけど、スキップ俺だけだった。シーレモさんすら入れてなかった。いや、スキップ俺入れたよ。俺スキップ入れたもん。その、一番最初にシャケさん釣ったとき。あ、釣って終わった、その次。まあ、アコもシャケさん釣りたくなかったんだけど。まあ、そう、シャケさんはね、俺釣れると思ってなかったから。びっくりし。バラけてたね、今日は。なんか、ああいうときはなんか、そんな俺入れなくていいかなとも思っちゃうけど、スキップで全然いいと思うんだけどね。4人容疑者がいる中で、うん、俺がスキップ。俺がスキップ入れといたよかった、アルクさんじゃなくて。あ、そうか、あ、俺もあこアルクさん入れたんだ。そうそう、あそこアルクさんに入れてたから、票が割れたんで。なんかまだ2試体だったら全然スキップでいいのかなとか。そうだね、1人スキップだったらスキップさんで、同票で釣られなかったね。うわ、ミスったな。まあ、でもまあ、俺目線アルクさんしかなかった。難しいよな、インポスター。いや、今のはでも、アルクさんうまかったわ。あ、無理だな、これ。これ俺マジ完敗だわ、これは。あ、そう、あんちゃんがそりゃしどいわって話だもんな。あれはきついわ、マジで。あ、待って。マジで。これもう一回やって大丈夫だったの？これ。なんか終わるでてなかったっけ？あ、そうなの。いいよ、最後。
ああ、ハルクさんが押したのかと思った。あ、ピンクだからね。出ました。これ最終戦だからタコさんに入れるね。うん、濃厚だな。うん。あ、マジで入れてない。俺はちなみに入れてないよ。うん、俺は入れてないよ。いや、俺はスキップに入れる。シーレも入れてるよ。ワンちゃんマジで釣れるからな、この。そうそう。それで釣れるのマジでしょうもないから。多分ハテナってなってる人が3、4人いるから。うん、まあタコさんが最終戦になるといつもインポスターっていうだけの話です。なるほど。ジンクスという。そう、9割ぐらい。本当に9割ぐらい減ったらな。すごい。はい、ほう、死んでない。ハッピーハッピーボタンです。ハッピーハッピーボタン、かわいい。以上。ハッピーハッピー、なんもないよね。なんもない、なんもないから、なんも死んでないから別に。ちょっとボタン早すぎたかな、もったいねえな。右で死んでると思ってたわ、俺は。死んでないからいいんじゃないね。うん、役者は来るわ、これ。なんで俺は黒いけどね、体はね。
そこ入ってきた順番とか覚えてます？アドミン入ってきた人。タイがもともといて、はい、で、枝さんが枝仕入れもがセキュリティ言ったぐらいだと思うよ、はい、で、あんちゃんは、あ、あんちゃんは違う、ピッピさんはピンク緑がメトベイです。ピンク緑がメトベイ、ちょっと右下ぐらいで歩く、からカフェテリアが向かってて、メッドベイで、メッドベイで、サンプルのボタン押してすぐ出たらもうすでに死んでたので、うんうん、でも私アドミンに入るときカフェに行くピッピちゃん、あ、そうですね、あのオレンジの車内です。見てない。はい、ピッピはどっちに向かってたの？私はアドミンにタイさんがいるのを見て、それからカフェテリア経由でメッドベイ。でも黒一はピンクでいい、うん、そうだね、俺見た瞬間あのサボタージュだったから、左セキュリティとメッドベイそれぐらいかな。かったの。は一緒にメッドベイに向かってるの？いや、ピンク、オレンジ、緑がスキャンしてます。緑がスキャン、内側から来たの？うん。だったらなんか1と俺のその目撃情報と見てないって言うんだったらもうピッピさんしか。で、その後をピッピさんが同じ場所通ったってことやんな、下位置、うん、だからまあシャケさんがその後上にちょっと戻ってやってたの何人かに見られてないかなって思うんですけど、ちなみにピッピさん、 あのカフェテリアの下いたボタン少し右下なんですけど、私あのボタンの左下のところから通って、あの壁沿い通り下のデスクと真ん中のデスクのただ光ると思うんだけどな、真ん中あでもただ時間的にはあの単純にシャケさんがやってそうな時間ではある。オレンジでアッパーからカフェの方に焦ってはいけません、行ってからのレポートなんで、うん、ピンクにしか見えないんですけど、それか黒オレンジの2楼もゼロではないと思うんです。黒オレンジの2楼ないでしょ、俺シャケさん疑ってますよ、うん、あ、ついに俺の票が消えた。私がシャケさんに入れたからですあ、絞りきれないんで、まあ、マジか。黒がロアで死んでました。それ多分超直前。直前？超直前。そしたら黄緑は無理だと思う。黄緑が最初に、うん、あのリアクター鳴った時に
私あのメッドベイの方から行ったんですけど、入り口で誰か来るの待とうと思って待ってたら中から、そうすでに入ってた俺は。そうそう黄緑が。ああそう。いやでも弁当直前だったらないと思うから、そう出てきて一緒に直したから。なるほど。私タコさんとずっと一緒にいた。うん最後はちょっとはぐれたけどね。うん。ちなみに下からリアクター来た人誰ですか。下行きました。でもちょっと私なんかめちゃめちゃ重くて、もしかしたら動機ずれしてるかもしれないです。なるほど。なかったですね。私の前を K さんが走ってたんですけど、後ろにも見えなかったので私もちょっとわかんないです。傾斜系ない。シーレモさんは。シーレモリアクター行ってない。どこいた。エレクトリカルでチコタンと一緒でリアクターのブーブーが鳴った時にチコタンが出てったのまで見てる。すぐ鳴ったの。それでん、それ出てってすぐ鳴ったの。鳴ったから出てったんじゃないかなチコタンは。違う違う、レポートでしょ。あそうレポートレポート。あ出て行ってからすぐのレポートなのかって。うんそうだよ。だからすごい直前だと思うって。でタコさんは。タコはあんちゃんとまああの上から行って、一応俺その行く前にアドミンでメッドベイ1見てたから、メッドベイを見てから行って、最後タイさんとアッパエンジンでいたじゃん。はい前、うん、そうだよ。クルクルしてた。クルクル。あと薬師も枝割リアクターに行ってます。上からめちゃめちゃ。あタコさんがっかりしてたから入れといてよ。いやまあありがとう。ナイスボタン。タケさん押さない。いやすいません、押そうと思ったらずれちゃって押せなくて。タコタスク終わりました。はやー。俺もあと1個だわ。アンちゃんも終わった。シーレモさん、屋久島ってエクトリカル入ってたっけ。俺ストレージまで屋久島と一緒で。うん。屋久島がエレクトリカル入ったのか、あれ。入ったのか。そうシーレモさん以外に、最後に屋久島さん見た人いますか。いない。そしたらそのシーレモさんの直前まで生きてたっていうのが嘘の可能性もあるんで、うん、あでもロアのさところで死んでてさ、まあ計算と計算と計算が死体ないって言ってるから、直前切るっていうのはまあ直前切るなんじゃない。でちなみにそのロアに入る前ドアが閉まってたんですよ。でドアが閉まって開いてレポートって感じなんで、その中に特に誰かいたのは見えなかったんで。んでも私がインポスターなら直前キルだよみたいなのって何のメリットがあるの。時間ずらしで容疑者を絞るって。あ私それ言っても外れたことにならないけどね。エレクトリカルの人もだから、まあ、そこら辺は別に疑ってない。まああるなら、うん、射程系にローもあると思うけどな。二人でさ、ロアになかったって嘘ついてる可能性全然あるでしょ。でももしそのシーレモさんの直前っていうのが本当だとしたら、タイさん目線私が無理っていうのもわかると思うんだけど。あ、でもそんなことないのか。すぐ殺してセルフ。うん、うん、これ屋久島さん死んだんだったら、シャケピッピーあのローラーってさっきの話でできるんじゃないですか。計算は入んないの。安くていいと思ってる。そう、 俺そういうことか。確かに。さっきグレーでは見てるけど黒とは見てないから、ピンクです。
あ、ボタン押し意識と死体探し意識高めで。ピンクボタンないです。はい、ナイス。ナイス。ボタン。タコさん、セキュリティいた？ああ、ずっといた。あざす。誰？あんちゃんも、あんちゃんもいたよ。あんちゃんも、あんちゃんもずっと十字路で踊って、俺のとこに中が入って、中に一応確認。そう、タコさんのこと見た。うん。何回も入ってくるので、何回、2回目ぐらいで、あ、俺死ぬかなって思ったけど。これ枝終わってるのアドミン貼っててもいいんですか？問題、ちょっとルール的に問題ないです。大丈夫ですね。特に全く問題ないですね。わかりました。ただまあこのボタンがあってもうタスクで全然誰も死んでないから。あと一つ。いけます。タスクの人はタスク優先でいいと思うけど。そうだね。クロール捨てていい。絶対みんなに見つかりそうな場所でうろうろしてて。じゃあ僕が死なない限り O2 はあのアドミンいるので、アドミンと O2 回って一人でもできるぐらいだけど、まあ、でも僕が黒の場合あるので皆さんもやる。確かに O2 はある程度はい、やりに来てください。終わった。こんな感じでもまあちょっとは意識して、うん、かな。でない終わってない人でも O2 とかアドミン意識した方がいいですかね、うん、と思うけど。わかりました。まあ終わるでしょ。はい、K さんだと思います。弁当ですよね、多分。まあ初手左 K タコが行ったのを見てて、込みなったんでセキュリティ行ったら死んでたって感じなんで。まあ込みの前エレクトリカルの前の廊下通ったんですよ。で左抜けてで込み通なったから一応エレクトリカル確認しようって中入ったら K さんが出てきます。なるほど。で僕は K さんに出ますけど。タスク終わるけどワンチャンが怖いから K さんに入れます。シーレもタスク終わった、はい、あとタスク残ってる人は1箇所とかぐらいですか？誰だ？私終わりました。4箇所あります。
4箇所ある。いや、そっか、分かってるんだったらコミ、あの、このサボ、あんまり直さない方がいいのかなとか思ったけど、直していいですよね。走って。直した方がいいっすね。直した方がいいっすね。一人で行っといてよ。はい。俺ら団体行動しとくわ。お願いします。あ、間違えて今自分で入れたわ。よかったよかった。団体行動はルール的にいいんですか？ダメだね。だったの？ん？団体行動はダメだね。なんかペア禁止。だから、あの、結果的にそうなっちゃうのはいいけど、その言ってやるのはある。そう、なんかその辺グレーだよなと思いながら。そんな感じになってた。なんか少なくともさ、なんかあのペア禁止だったらそれも禁止ってなるんじゃないって。団体行動しましょうみたいなのになってた。さっきタイさんが言ってたよ。あ、そうなの。団体行動しとくんでみたいな。そう、なんかまあ団体行動する意識がなくみんなが偶然アドミンに集まるとかだったらね。そうナイス。いや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 、全然無理だった。やっぱ鮭か。鮭だった。鮭だったんだ。すみません、全然できなかったぎる。あとピッピさん、俺が死んだ時に最初殺されないかなと思って、カフェテラの下。そう、カフェテリアの全然もうピッピちゃんですぐレポートされるだろうなと思ったら全然されなくて、あれどうしよう。じゃあ私が撮った時もう死んでたんです。死んでました。全然見つかんなかったです。そう、であそこはもうあの、まあ俺もあの会議の最後にちゃんとここ3人って言わなかったのがいけなかったけど、まあ情報的にもうピッピさん目線、シャケさん角黒ぐらいの。そう。そう、でもあの死体光んなかったんで、なんか時間が分かんなくて。ああ、あとね、また踏まれたの？シーレモさんは踏まれたってほどじゃないよ。俺は踏まれてないよね。そう、だからあそこはね、正直俺も光ったか光んないか分からない。光んないかぐらいで、あの一応ね、俺の画面だとね、カフェテラのもう真横、右のボタンの真横で死んでたから。左下の方から撮ったからワンチャン見えなかった。光ってないかもしれない。多分ね、左通ったら俺は踏まれてないと思う。シャケさんは O2 直しに行ってるときに一番最初に行ってるのに O2 の通路のとこでなんか待ってたからあれなんか普通に直そうと思ったんですけど、あのなんか重くて全然止まらなくて、止まりまくって動かなかったんですよね。待ち構えてみようと思って、あんちゃんが後ろから来たから殺されなかったって思ったけど、それは普通にあれなんですけど、なんかさ、 K さんが殺したときもなんかめちゃめちゃ重くて、なんか最初のボタンが強かったかな。うん、そうね、全然。あ、俺マジ、俺あそこで生きてたから計算しろかなと思ったのに、黒だった。普通に初動一緒にナビゲーション結構いたのに。あとタイちゃん、タイちゃんの。はい、最後の俺ら団体行動しとくからはダメだからね。あ、そうですよね、ペア禁止だった。そう。あ、忘れた。まあまあ別に、まあ、ごめんなさい。まあ厳しかったと思うけど、一応タッグであれだったから全然いいけど。忘れた。難しかった。俺最後ロアで死んでたら危なかったかもしれない。いや、枝さんがでもね、あの、俺が死んだから、シャケさんとピッピさんローラーでいいんじゃないですか。よかったね。あれめっちゃよかった。まあ、その後釣らなかったけど、釣らなかったけど、よかった。うん、あれすげえ助かった。そっか、シャケさんって結構序盤から怪しい位置にいたんだね。最初から容疑者です。最初の俺の容疑者が黒、ピンク、オレンジだけだったから、で、黒死んだら、オレンジ、ピンク、ローラーしたら結構強い。すごい、枝くん。ピンク目線もオレンジは怪しかったけど、あの死亡時刻が分かんなかったからちょっと押せなかった。ああ、なるほどね。確かにレポート聞かなかったらしょうがないですよね。分かんないです。俺がもっとはっきり言うべきだったね、死亡時刻。まあ俺が言ったところで若干ずらされてる可能性もあるからな。まあロラーでもよかったけど、8人でまあまあタスクもって感じだったから。うん、結構タスク終わったからな。全然ロラーじゃなくてもいいとは思うけどね、あの場面は。
まあ、釣るとしたらマシャケさんから押してたかも、うんうんうん、俺でも生きてたら多分ピッピさんから釣ってたかもしれない。ああ、まあ、死体を無視してるかったと言ってたから、そう黒い血で割った。そうでもさっきの1個前の試合があってちょっとローラ怖くて確かに引き殺されたからな、アルクブルドーさん。いやあれはそうね、3人クルメイト釣ったからね、さっき。そうです、あれはね、マジでうまかった。キャリーだねクルメイト3人釣ったからね、キャリーされたマジで強い。そうね、ギルで勝てるってすごいよな、あんちゃんが、ね、すごい。しかも最後のさ、確定のやつだけ。そうそう、3人盤面いいところを全部、マジでうまいわ、あれは。俺、叫んでたもん、エダさん釣った後うわ、最後残った2人は面白そうだな、うん、ガチでわけわからなかったはっそう、あもう俺は死ぬんだと思って、そう無視してたそれってさっきの試合の最後、枝さんがコミュニケーション直さずにみたいなあったけど、あれありだね。まあダスクの位置が絶対わかんなくなるからね。うん、覚えてればいいけど、他のサボタージ全部できなくなるからクソ強いなそれ、うん、やったら、うん、そう思って提案してみたんですけども、だけどまあ嫌な位置で殺されたりしたら、けどまあめんどくさい、できないタスクはないよ。なんかアップロード、いやできるできる、あのあそうなんだ、あのそれあったけど普通にできるんだよね、うん、できる、だから普通に調べ直したらそんなん書いてなかった。あそうなんだ、あれあの動画嘘ついただけ。でも多分ジョージが嘘ついた。あージョージ動画で、うん、動画で見たもんな。なるほどね、る嘘つかれたわ。終わりかな、います。終わりだね。今日はふわふわしてて面白かった。ずっとふわふわしてる。すげえふわふわしてる。ありがとうございました。またしたね。はい、おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。